はい。私は、英語、英語 YouTube に、えー、今まで、4160本。4160本ね。はい。えー、5年、5年3ヶ月ぐらいですかね。喋ってますけど、もうこれ事実ですから、事実。事実は何どうやったって無視できない。ね。できません。ね。えー、4160本。もう喋って、 世界中に全部残ってます。ね。最初の年の、とか2年目、3年目の、まだ出てきますから。あの、残ってんですよ、喋ったやつ。ね、ネットって、YouTube ってそういう,ふうになってるんですね。で、ネット検索でも出てくると。そういうふうに。だから、まあ、私の言いたいことはもう、結果として事実であると。で、それもちろん消えないわけです。ね。永久に消えない。 タイトル英語で出してるから全部、一本目から。あのー、<laughs> 世界中から地球上から永久に消えないわけですね、その英語を喋ってる動画というものは。4160本ね。一本や二本じゃないですよ。一本は二本なら消えちゃってもね、おかしくないけど、ま <laughs> あ、4000本以上、4100本以上喋ってるわけですからね。4200本になりますからね、もうすぐ。それは消えないですよね。 で、まあ、私はね、あのー、言ってますけど、人に話するときに。ネットで検索すると、あのー、英語で、英語でね、英語で検索した場合に、1ページ目1番出るようになってます。もう、半年ぐらい前から。半年、半年ぐらい前から、もうネットで、英語で検索すると、1ページ目1番に。もう、これ、不動の地位ですね。 だからそれどういうことかっつったら、まあ、単純に世界一ですよね。もう間違いなく事実として世界一なんですね。で、消えないもちろん。もちろん消えません。な、なぜかってま、まだ毎日出してるから。ほぼ毎日まだ、ね、英語喋って違う英語ですよ、毎日。まあ、400本か500本、日本ぐらいは同じのやったりしますけど、まあ、基本的にはもう同じ、違う英語しか喋んないから、毎日。 それ、その日喋ったやつをアップしてるわけですから。それが、えー、だから今でも加算してますからね。4160本喋ってもまだ毎日加算してると。世界中に出るように加算してると。だから1ページ目1番、ネット検索で撮ったってことは、もう永久に消えないわけです。私。英語でね。英語で地球上から一切消えない。1ページ目1番。1番のポジションが。だから明日ともに、 世界一の人間なんですね。英語でね。まあ、英語を喋ったってことで、そういうことですね。まず、あ、でも先生でも何でもないらしいですよ。それでも。ね。そういうふうに扱われないから、一切。はい。ということなんですけど。まあ、で、何が言いたいかって言ったら、うーん、まあ、だからそれね、ネット、マイクロソフトビングっていう、マイクロソフトビングっていう、 いわゆる Google の,の操作が入ってない検索ですね。まあ私がやってる限り Microsoft Bing っていう Google の操作がほとんど入ってないえ検索においては英語で検索すると私1ページ目1番不動のポジションということです。世界中で1番ってことですね。なんですけどまあもちろんそうですよね。4160本喋った人世界中でアメリカ人もイギリス人も一切やってないですから。 私しかいないんですから、世界中で。<laughs> それは不動のポジションを得るし、永久に消えないわけですね、歴史上から。まあそういうことなんですけど。で、もう一つその点で言いたいことは、まあ分かってる人いっぱいいると思いますけど、Google って操作してます。まあイーロンマスクのあの X ね、旧ツイッターで検閲の問題、 政府から検閲の、あの、プレッシャーかかってたと。バイデン・ハリスからね。そういうのを言ってる人もいますけど、まあ伝えてる人がいるから分かってる人もいっぱいいると思うけど、グーグルですね。グーグルも、堂々と。まあ、グーグルは、あの、いわゆるバイデン・ハリスのああいう人たちのいわゆるグローバリストの支柱のものですから、イーロン・マスクが X を持ってんのとは違って、彼らの支柱のプラットフォームですから、 もちろん、彼らが操作してるわけです、独自に。まあ、グーグル、今、YouTube も Google ですからね。YouTube も、まあ、買収って言い方がいいのかな。買収したと思うんだけど。まあ、もちろん、YouTube も Google だから。つまり、YouTube とか Google 検索で検索すると、私全然出ないっていうね。4160本も英語喋って、全く出ないって状況があるわけそこまでひどいことやってる。 そこまで操作してる。ねあんな X にイーロンマスクに検閲やれって言うぐらいだから、グローバリストって彼ら。ね世界統一政府なんか作りたいとか言って、ね、えー、帝国みたいなことやってるわけですから、堂々と。そういうことを Google はまだやってるわけです、堂々と。バイデン・ハリスがね、めちゃくちゃになってますけど、今。それでもまだやってる。ね ?YouTube で検索かけたり、英語で。 ね。o g l e で英語検索すると、まだなんかいわゆる金のかかったね、大きな組織のメジャーな動画ってやつね、いわゆる。そればっかり上の方、ビーって出てきて。私なんか一個も出てこないですよ、個人でやったの面白いですね。だから、これもトランプさん大統領になるんだったら、そういう状況も崩れますから、まあ、o g l e がどういう上になるのかもう全然わかんないですけどね、そこがね。 ネットの上、まあ、プラットフォーム自体は残ると思いますけどね、私は YouTube とか Google 検索はね。ままあ、この操作っていう意味では、ね、有利な、でっかいもんだけ優遇して、ね、上に出そう。特に英語もね、金になる要素ですから、これ、世界的に。だ上の方にでっかい、いわゆる、あの、メジャーな、こう、きらびやかな感じな動画ばっか出してるわけですよ、操作して。もう実態なんか関係ない、もう。 カマラ・ハリスと一緒で、もうめちゃくちゃやってるわけです、ずっと。だからそれ今崩れ去って、もうトランプさん、あのー、大統領になるの,の圧倒的に濃厚ですから、そこも崩れ去るでしょうね。まあ正直私4年ぐらい前,前までは、あのー、トランプさんの大統領の終わりぐらいまでは、はっきり言って、 YouTube の英語検索でずらーっと出てたんですよ。それだけやってたから。だから4年前でどんくらい,いってたかな。もう1000本以上、1200本とか出してたと思いますけどね。その時点で。だその頃は、もっと前からですけど、はっきり言ってずらーっと YouTube の検索で出てた。特に Larn English っていうね。彼らが金の一番の重要な要素だと考えてる。ね、Larn English ね。 Learn English. ね。つまり日本語の英語勉強ですね。ね。英語勉強日本語だと。これを世界的には Learn English って言うんですけどね。study English とは言わない。Learn English が一般的な。この Learn English っていう検索ワード。これがグローバリストが英語に関して一番金になる要素だと思って。ここだけね。この Learn English っていう検索だけが。だから YouTube でも4年ぐらい前から 私、急に出なくなった。ずらーっとライングリッシュでも出てたのに、急に出なくなった。で、おかしいなと思ったけど、徐々に徐々に減らしてってね、出るの急にある時期から全く出なくなったんです。そういうこと、グローバリストは平気でやってるわけね。YouTube、Google は。平気でやりまくってる。この4年間、特にね。バイデン政権と一緒ですよ、こんな。彼らの姿見てりゃそういうことなんです。Google も。 ね、グーグルは彼らのプラットフォームですから、完全に。そういうことです。で、まあ、それやられました。ただ、私が出してる YouTube に出して、英語で喋って、英語、英語喋って、英語でタイトル出してきた今までのものは、一切消えてませんから。ね、ラーイングリッシュ i YouTube で検索して出なくても、それは彼ら汚いこと、違法なことを散々やってるわけで、 ね、この4年間ずっとそうなってるだけですから、私が YouTube に出してきた動画っていうのは喋って英語、一切消えてないわけです。これが事実として片面あるわけ。だから、Microsoft Bing っていうね、あの、ええー、Google の手がほとんどかかってないと思われるとこで英語で検索すると、その実態を伴った、で、ね、もちろんね、イギリス人もアメリカ人もやってないわけですから、一切そこまで。 4160本喋ったと、英語。それ地球で私だけという、その実態がマイクロソフトビングで検索したときは、英語で検索したときは出てくる。これは現実的な状況でなわけですね、今。だこれは、はっきり言って今トランプさんが、もう大統領なんのも、ほね、ものすごく濃厚ですけど、もう100%ほぼ、 トランプさんは大統領になるっていうのは、まあ、そこの点ね、背景を喋ると長くなるから端折りますけど、他に喋ってる人いるから細かく。とにかく、もう100、100%トランプさんが大統領になるの今濃厚です。私は把握してる。いろんな背景を。だけど、そこ、だからそうなってきて今流れの中で、私が、ね、YouTube、Google で、えー、検索か、あ操作されて散々、迫害されてきたことも一本も出ないという、 ね、フェアじゃない、迫害されてきたことも、これ消えちゃうわけです。グローバリストが、ね、もう勢力今全然ないですから。はっきり言っても、大統領選は結果終わってますからね。事実、事実上終わってるんです、今。大統領選ってもう。あと、2週間 ?2 週間ぐらいですね。2週間ぐらいか、ちょうど。今。だから、もう結果出てるんです、今。大統領選終わってんですよ。 なら、これがもう、11月、12月。で、トランプさんの就任式は1月20日だったかな、来年の。それにかけて、どん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 もう、ね、私も迫害されて、一本も出なくされた英語検索で一本も出なくされた Google のこの操作も霧が晴れてくるわけですね。だから明共、とも、ともに、もちろん、それだけ実績が事実としてあるわけですから。私は、そんなもの取れて、 もう、その世界一のポジションを取ったことが、Google 検索、YouTube 検索で出るようになります。戻ります。4年前までは出てたんですから。トランプさんが、大抵バイデンがね、不正で大統領になったのと、一緒あの時期に、急に変わった。同じなんです。なぜなら、Google は、奴らの主中のプラットフォームだからそういうことですね。だ私もね、あの、日本の中で、かなりまともなことを言ってきて、 まあ、まともな内容なことを言ってきて、はっきり言って迫害されてきました。金の面でね。変なポジション追いやられました、散々。だけど、それはまともな内容なことを言ってたからですね。今のアメリカのトランプさんが大統領になっていくもう、ほぼ100%決まってる今の時期で、この流れと一緒です。まあ、私は政治家になる気もないし、政治に関わる、直接関わる気もないんですけども、とにかくこの今の完全な事実上の、 ね、日本の親分である、日本の完全な親分であるアメリカの流れと一緒です。アメリカは日本の親分ですからね、なんだかんだ言って。日本の政治家は無視できるわけないのに、ね、散々無視してますね、自民党も民主党もまだ変なこと言ってますね、テレビで。だから、なんていうかな、まあ、私はそういう意味では、もう、正当な、正当な実績の、事実の実績の、 形が、これもうすぐ、いつからですか、ね、来月ぐらいからもう明確になってくるんじゃないでしょうかまあトランプさんが就任した、就任する1月20日ですね。就任式、就任式を迎える。そっからは間違いなくもう、だから近いですよね。もう2、3ヶ月のうちには遅くとも。私は正当な結果を得ると。そういうことをやってきた人たちは、を逮捕されるとか。 ね、会社をクビになる、逮捕される。そんな当たり前になってくるわけですから。ね、正当なものが勝ちます、最終的に。当たり前なんです、そんな。正当なものが勝つに決まってんな、歴史的に。そういうことですからね。当たり前なそな歴史見りゃもうすぐわかるでしょ、そんな。ナチス・ドイツみたいな、ヒトラーみたいなことやってきたやつみんな吹っ飛んでんでしょ。ずっと繁栄した時代って世界のどこの国にもない、どこの国にもないでしょ。 あるわけないですそういうになってんだもん。人間社会って。ただ、別にあの、散段やられたけど、日本の中でも変なこと。変なとこ追いやられましたけど、私も斎藤知事みたいにね。兵庫の斎藤知事みたいに追いやられましたけどね。だからもうまだ生きてるし。<laughs> そんなことされてもまだ生きてるし。ね、はっきり言って江戸川区、東京都江戸川区住んでますけど、ここの行政最悪。で、私、生活保護で、お、ね あの、そこ生かされて、の生活保護で何、内容あることを訴えても、ね、えー、な、全部完全無視してますから、5年も6年も。江戸川区は最悪ですよ。もうとんでもない集団ですよ、あんなのね、日本の中でも。東京都江戸川区は最悪の集団。そういうこと平気で起こさせて、5年も6年もね、とんでもないです。だからそんなを恥じる。私は不当なことやられただけですから。 何ら恥じる理由もないですね。金がないとか。正当なことしか言ってないんだから、今まで。こうやってやってることも正当なことしかやってない。なんら,ら生きてて人間として恥じること何一つないですね。で、ええー、まあ、だはっきり言えば立場逆転ですよね、こんなもんね。完全にね。だから、立憲民主党の野田さんとか、それから、ええー、 石破さん自民党の石破さん、石破首相、石破首相ね。あと、山本太郎とかいろんな人出て TBS でテレビで討論してましたけどね。まあ、はっきり言って野田さんとかね、えー、石破さんなんていうあんな、とぼけた適当なこと言ってる人たちは、ピューってね、あのー、ゴミ、ね、風の中飛んでる紙切れみたいに、ピューって飛んでますよね。適当な内容ないことしか言ってないですもん。で、カマラハリスも、その親分のカマラハリスも、 民主党のね、アメリカの。もう、フォックスニュースっていうね、とんでもない、あとんでもないっていうか、フォックスニュースっていう、えー、テレビ局のインタビューで、とんでもないことばっかりわけわかんない人間じゃないことばっか言って、あのー、コメンテーターの質問に何にも答えになってないことを45分間答えたそうですけどね。まあ、私も映像をちょっと見ましたけど、もう、トンチン感もいいとこですよ。 それ世界中にさらしたわけですから、先週の水曜日ですね。16日の水曜日に、FOX ニュースで、ね、インタビューを受けて、カマラ・ハリスが、また懲りずにそんなことやって、もうコメンテーターがね、固まっちゃってんですね、こう、わけわかんなくてね、見たけど。何にも言葉返せないわけです。なぜかって、コメンテーターが言った質問、ね、聞いた質問に対して、何一つ答えになってないことを、 内容全く違うことを答えてるわけです。人間の会話になってないでしょカマラ・ハリス。だからもう終わってんですよ。先週で、だから大統領選は、もう実質終わってる100%トランプさんだってもう決まってんです。まあそれ以外にもね、あのー、背景の要素ってありますけど、いろいろ。私は掴んでますけど。だから今実質100%トランプさんでもう終わってんです、大統領選は。だから、そういう正当な内容を言ってる人たちがね、 あのー、はっきり言って、トランプさんも暗殺されかけましたね。刑務所にも入れられそうになりました。冤罪で。だこういうことをやられてる人たちが、アメリカも日本も浮かばれるわけで、もう、この 11, 11月以降、来月以降ですよ。来月以降ですよ、もう。直前ですよ。直前に迫ってんすよ、だ、こういうのは。無理やり、罪も犯してないのに刑務所に入れられた人たちですよ。トランプさんもそう。 とか、日本だと誰ですかね日本だと誰だろうなあー、まあまあ、安倍さん死んじゃいましたかね安倍晋三氏は、ね、まともなことをやろうとして死んじゃ、殺されましたけど、安倍さんがもし生きてたら安倍晋三氏ね。ああいう人たちね。えー、政治家殺されてる人いっぱいいますけどね。中川昭一氏とか、あと、石井幸喜っていう人もね、アメリカに反旗翻そうとして殺されましたけど、まあ、それもグローバリストがやってきたことですから。 まあその裏にはね、シオニストと呼ばれるユダヤ人が、金を仕切ってるユダヤ人が一番背景にいるらしいですけど、どうも。まあ、とにかく、そういう人たちがアメリカも仕切って、まあ表面的にはアメリカですよね、だから。日本はアメリカの言いなりなんです戦。戦後、戦後80年間。全部アメリカの言いなりっていう、表面的にはそういう形になってるから。だから、まあアメリカはも無視できないし、動き今の。ね、日本独自だけで動けるわけないん。 で、それでも石破さんとか、ね、えー、野田、野田元首相とか、立憲民主の、まだ粘ってますね。適当なことぽよぽよ言って。もう意味わかんない。やってることが意味わかんないんですけどね、全く。まあ、カマラ・ハリスと一緒ですよ。カマラ・ハリスも、先週のホックスニュースで頭飛んじゃってますからね。もう飛んだのを、頭完全に飛んだのをね、世界中に露呈したわけですから。 で、もう45分でね、あのカマラ陣営の人がタオル投げてボクシングみたい。インタビュー打ち切らしたそうですからね。もうそのぐらいひどい。答えが全部めっちゃくちゃ、全部めっちゃくちゃだったそうです。全部見てないけどね。ちょっと見ただけでももう、わけわかんないトンチンカンなこと言ってまして、コメンテーター固まってんですもん、こうやって。何も答えられなくて。何言ってんだ、こいつって。すごいですよね。そんな人今副大統領やってて、 一番大きい、世界で一番大きいアメリカのね。で、今度一番上の大統領になろうとしてたんですよ。すっごい現実ですよね、これね。だからもう私知らない。だからこれもうひっくり返るんです。単純に言ったら、もう天と地がひっくり返るってやつね、いわゆる。UNO っていうカードゲームがありますけど。あれで、リバースカードっていうのを引くと、出すと、 あのー、こっちから、こっちから回ってたのはこっちに変わりますよね。リバースカード出すと。まあ、そういうことが起きると。つまり今までリバースカードで、ああ、リバースカードにはこういう順番でね、回ってて、まともなこと言って、迫害されてきたアメリカの人、日本の人がみんなリバースカードもう、もう実質出てんだけどね、リバースカード。こうなると。そうすると天と地が完全にひっくり返って、 ね、うまく金持ってった汚ねえね、もう犯罪者の奴らだけ、社会的にもう、ステータスのある人みたいな犯罪なことやってきたわけですから。金だけうまく持ってきたき、持ってったキチガイどもはね。日本でもアメリカも、アメリカもですよ。ヨーロッパもですよ。こういう、いわゆる先進国のそういうキチガイどもは、もう天と地がひっくり返って、もう、いわゆる地獄の外、そこに落ちるわけです。 ね。自分たちだけ宇宙天のこう,う、ふわふわ浮いた人たちみたいな、金に余裕があって、まだ自分たちだけ金をっていう、さらにふく膨らませようってやってった、犯罪者たちね。これはもう全部ひっくり返るということですね。まあ、トランプさん、あのー、大統領になったら、えー、エプスタイン島ね。あのー、エプスタイン島っていうカリブ海の島。 に、世界の妖人たちが来て、まあ、妖女を犯してた。いわゆる小児性愛ですね。小児性愛の島。まあ、最近、ディディって人も、なんか、と、なんか取り締まり受けて、大騒ぎになったそうですが。ね、まあ、いわゆるエプスタインとね、知ってる人は知ってるはずですが、これのリスト、顧客のリストをまたトランプさんがオフィシャルに公開するそうですから。まあ、今年の1月に公開されたんですけどね。 裁判所の命令でね、オフィシャルにそういう意味では公開されたんだけど、なんか話すぐ消えちゃったから、まあ、今度またトランプさん大統領になったら、エプスタイン島に来てた顧客のリストってまたね、オフィシャルに、オフィシャルに公開するそうですから、これも、だトランプさん大統領になったらそれまたやったら、逃げらんないんですよ、それやってた。小児世愛のね、そこ行って幼児を犯しまくってた人たちなんていうのは。逃げらんない。 もうどうやって。まあ、逮捕でしょうね。もうそんな犯罪だから、完全に。悪魔儀式とかもなんかやってたらしいですかね。生贄の、そういう人たちね、幼い少年少女を殺して生贄にして、エプスタイン島では悪,悪魔儀式もやってたって言われてますから。まあ、単純に小児性愛ね。あの、未成年の子供たちを、ええー、犯しまくってた集団で。 もうこれが犯罪でダメだからそれ、日本人の名前もいっぱい載ってんですよ。私こ、今年のね、公開されたリストの見ましたけど、一応ネットには出てますからね、そんな。日本人の、なんだっけな、国交省大臣とかね、あと大企業の社長とか重役とか、あと他の省の大臣とかも出てましたね。一応天皇、前,前の天皇も出てんですけどね。秋人、秋人でしたっけ 前の天皇も名前載ってんだけど、それは嘘じゃないかっていう人もいますけどね。天皇、本当なんですかね。前の天皇、秋人が言ってたっていうの。まあ、とにかく、日本人の名前も、エプスタインのリストにはたくさん出てます。小児性愛、幼女を犯してた、ね、集団でした人。出てます。幼人が出てます、いっぱい。あと、森吉郎ね。森吉郎ってちょっと前まで自民党の重役、重鎮やってた人いますよね。 オリンピック委員会の委員長だったかなね。あの人も森喜朗郎も出てましたね。だやばいんですよ。本当にやばい日本人も。エプスタインのリスト、トランプさんがまた再度公開するというのは本当にやばい。で、あとは、ああ、あとあ、ケネディ大統領暗殺ね。これのな機密文書も公開すると全部。ね。60年前ですよ、もう。ジョン・ F ・ケネディね。ケネディ大統領暗殺の 機密文書。政府の。これも、えー、トランプさん大統領になったら、もうオフィシャルに公開すると。これもやばいですね。完全にやばいですね、これも。ね。もう政府が関わってんだ、こんなもん。シークレットサービスとか、FBI が全部関わってますからね。完全にね。それも公開する。だから、それ一貫で、安倍晋三氏とか、中川昭一氏、石井幸喜氏とかも暗殺してるわけですから。 アメリカのグローバリストの言いなりでね。日本でもそういうことだから、この暗殺、これらの暗殺に関しても、あまあ日本のエプスタイン島と呼ばれるね、香川の手島っていうところでも、同じことをエプスタイン島と同じことをやってたそうですが、それを暴露しようとした三浦春馬っていう俳優の人も殺されましたね。ね、それ暴露しようとしたから、香川の手島のこと、日本のエプスタイン島のことを、 三浦春馬氏は暴露しようとしたから暗殺された。もうそれもはっきりしてますけどね、もう状況はどう見ても。だからそこもオフィシャルに交換になっちゃう。じゃあその辺全部関わってた人たち。安倍晋三氏、中川昭一氏、ね、石井幸喜氏、それから三浦春馬氏。まあ他にもいっぱいい、ますけどね。だからそういうこと関わってた、まあ斎藤知事の件もそうでしょうね、これね。 斎藤知事の件も絶対そうです、これ。ねあんな、県の職員が二人死んだって。斎藤知事のパワハラで、ね、自殺に追いやったと、見せかけた殺人ですからね、あれ。完全にね。ヤクザに殺さしてんですから。斎藤知事を追い詰めるために、ヤクザに、ね、県職員を利用するだけ利用して、も利用価値なくなったっていう段階で殺してる。ヤクザです、あれ。 完全に、県の職員二人殺した。ねそれも、だから、表沙汰にならないわけです。その指示を出してた奴ら、ね、実行犯のヤクザたち、日本の国ぐるみでやってっから、もう表沙汰にならないんですね。警視庁が動いたとか、検察が出てくるとか。だかその辺も絡んでる人たちみんなやばいですよね、もう。もうもう今現実やばいわけです。 ね目に見えて、日本の中では目に見えてなくても、現実もアメリカの状況を見たらもうやばいって、100%わかるわけですよ。100%。わかりますこんなの。だそういう後ろ暗いことね。殺人も平気である。幼女もお犯しまくる。集団で幼女も犯しまくる。金だけ自分たち散々持ってった人たち。こういう人たちは地に落ちます。近いうちに間違いなく地に落ちていく。だそんな人たちに、まだ菅郎という人たちも、 どうしようもないですね。どうしようもないしかないわけです。まあ間違いなく今現実そうなってるわけですから、日々。親分のアメリカがそうなってるわけですから、もうどうしようもない。日本も逃げらんない。なあ、その状況で、な、まあ、なんていうかな、私は浮かばれます。ね、正当なことしかやってきてないんだから。英語喋ってきたんですから。自分で英語喋ってきて、世界中に出してるんですから。これ以上正当なことないでしょ 浮かばれます。生きてますから、まだ。まだ生きる、ね、感じしますから。浮かばれます、間違いなく。天と地がひっくり返りますからね、完全に。金だけたらふく持ってった人たちっていうのは、まあ世界中そうですけど、いわゆるステータスに見えて潤ってる人たちっていうのは、これみんな犯罪者ですからね。日本の中でも犯罪者ですからね、これみんな。 間違いないですから背景も全部知ってんなん私。言ってる人いるからいっぱい。そう、いろんな人たちに言うことを検証して繋いでったら、もう間違いないんですよ、これ。もうそこでしか話繋がってこない。だからいいです、もう、あの、石破さんがどうなろうと、岸田さんがどうなろうと、ね。え立憲民主のあの人、野田さん、野田前総理もどうなろうと、私知ら、知らない。知らない、女、堂々とやってんだから。 それで、ぶら下がって潤ってる人たちも知らない。そんな堂々とやっていくか知らない。意思のある人、ね。志心しのある人しか、もう生きらんない。そういう状況に今なってます、現実。もうだ来月ぐらいから県庁になってくるでしょうね。もう、大統領選来月実行されるわけですから。まあそうなりますわな。結果が出るわけですから。明白に。オフィシャルに結果が来月出るから、大統領選っていう。 ね。もうトランプ氏濃厚とか100%濃厚なんだけど今。100%濃厚なんだけどもう終わってんだけど実質本当は。で目に見える世界中のどの誰がね、どの人が見てももう明白な結果っていうのは来月もう2週間後に出るわけですから。まあそうなったらもう日本の政治家さらにどうするんでしょうね。汚いことやってきた政治家大企業の人たちね、なんとか大臣の エプスタイン島に行って幼女を犯しまくってた人たち、金だけそういう人たちごそっと持ってってるわけですから。ああ、まあ逮捕、逮捕とかあるんでしょうね。山ほど逮捕とかね。<laughs> 戦後の永久戦犯じゃないですけど、そういう話になるんでしょうね。もうめちゃくちゃすぎますからね、すべてがね。まあ私は知りませんけどね。まあ私は、まだ変な、ね、冤罪かけられて牢屋に入れられてるような生活してますから、まだ、はっきり言ってここで。 ここも牢屋みたいなアパートですから、はっきり言って。まあでも負けませんよ、そんなもん。まだ毎日やる、毎日やることないの嫌だから。まだやってます。まだ今日も喋ってます。まだ今日も喋って、世界中に出します、これから。ね。今日の一本も出します。それだけ自信ありますからね、やってることに。正当でね。正当で客観性ありますから。ちゃんと論理が成立してんですから、やってることに。ね。 ね幼女も犯してない、私は。人も殺してない。死にません,ん、女。はい、ということで、えー、今日も今から英語、今日の分喋りますので、このぐらいで、失礼します。